モハンマド・アラー・アルジャリールは、シリア人の男性である。アレッポで、電気技師をしていた時に、シリア内戦が起き、被害に遭った人々を救助する活動を始める。町に残された猫を助けるための施設を設立し、アレッポのキャットマンとも呼ばれている。アルジャリールは、アレッポで、消防士として働く、父親の家庭に生まれた。アレッポは、古来より公益で栄えた都市で、 現存する世界最古とも言われるスークは世界遺産にも指定されている。アルジャリールは歴史の長い土地に生まれたことを誇りに思い、父親のような人々を助ける仕事に憧れながら育った。アルジャリールは13歳から14歳頃にリンゴ国レバノンで品物を買い付ける仕事をはじめ、食料、日用品、玩具などを売って家計を助けた。祖父は猫好きで、 野良猫に餌をやっていた。5歳の頃に父が祖父からもらってきた白猫のルルはアルジャリールが15歳になるまで共に暮らし大切な思い出となった。16歳頃にはおじの手伝いでセルビースと呼ばれる乗り合いタクシーの運転手も務めた。14歳から電気技師の下で技術を学び、18歳の学校卒業後には技師として働くようになった。 兵役にもついたが、彼自身の言葉によれば、人を貶めたいだけの指揮官たちに虐待され、膝を負傷して、療養生活を送った。兵役後には、レバノンのアメリカン大学などで働き、自分の店を持ち、東アレッポに自宅を買って25歳で結婚した。消防士になる夢は持ち続けており、研修も受けたが、願いは叶わなかった。シリアでは、 ハーフィズ・アル・アサド政権時代に、アレッポ包囲やハマー虐殺などで反対派を弾圧した歴史があった。そのためアラブの春のシリアへの波及を懸念する者も多く、アルジャリールもその一人だった。2012年5月には、アレッポ大学で政府に抗議する学生のデモがあり、2012年7月19日には、アレッポでバッシャール・アル・アサド政権の政府軍と、 反体制派の自由シリア軍の戦闘が始まった。アレッポでは電気が止まり、通りで猫を多く見かけるようになった。住人が避難を始め、猫が置き去りにされるようになったためだった。アルジャリールは自分が政府側でも反体制側でもなく中立だと考えていた。最も被害を受ける貧しい人々の側に立つことを望み、 そうした人々を助けるために救援活動に参加した。自前のミニバンを救急車として使ってボランティアをした。戦闘が激しくなると、アルジャリール一家は東アレッポから花の団地に引っ越した。店からの売り上げがほとんどなくなったために閉店し、貯金を取り崩しながらの生活となった。戦闘開始から約1ヶ月後に通りで白い猫を見かけ、 子供時代に大切だった猫にちなんでルルと名付けて、引き取る。それ以来、救助活動の時に猫に出会うと、餌をやったり手当てをするようになった。猫を保護する理由として、イスラームの伝承集であるハディースには、猫が大切にされていた逸話がある点も挙げている。2015年から、アルジャリールの活動が、シリアの外でも知られるようになった。 その頃には、彼は置き去りにされた60匹から70匹の猫の世話をしていた。イギリスのジャーナリストが取材をした記事で、アルジャリールは注目され、テレビのインタビューも受けて、アレッポのキャットマンと呼ばれた。アルジャリールの活動への支援も始まり、人道援助団体のカラム財団は車を提供し、NGO のシリアチャリティは救援活動に対して、月給を支払った。 アルジャリールの他にも救助活動ボランティが増え、ボランティア組織のホワイトヘルメットとも協力をした。その間にも戦闘は次第に激化し、ボランティアの死亡も起きた。政府軍はヘリコプターから損爆弾で市街地を爆撃し、短時間で同じ場所に爆撃するダブルタップと呼ばれる戦法を行うようになった。これによって、 救助活動に駆けつけたボランティアも危険にさらされた。アルジャリールの妻子は2015年にアレッポを去って隣国トルコへ避難し、イスタンブールで生活を始めた。アルジャリールの活動を知り、支援や交流を望む人々が国外で増えていった。イタリア在住で、レバノンにもルーツを持つアレッサンドラ・アービディーンは、アルジャリーールに連絡を取り、Facebook にグループを作ることを提案した。 そして、グループを使って、猫が暮らせる、施設の設立資金を集めることを申し出た。アルジャリールは当初は乗り気ではなかったが、アービディーンの説得で承諾する。こうしているがーロダレッポの Facebook グループと Twitter のアカウントが作られると、ヨーロッパを中心に、フォロワーが増えていった。アルジャリールは、アーバディーンが愛病のエルネストをガンで亡くしていたことを知り、 当時保護した猫にエルネストという名前をつけた。そして、施設の名前もエルネストズ・サンクチュア・リ・フォー・キャッツとした。サンクチュア・リは、自宅に近い花の地区で木が生えている土地を購入して、建設された。猫の保護をきっかけに、アレッポの苦境を世界に知らせる役割も果たし、世界各地から集まった支援によって、周辺の約2000人の住人に食料を配った。 貧しい人々から優先して支援し、医療費の提供や生活物資の運搬、建物の修繕も行った。団体の救急車も購入し、2016年には170匹近くの猫を保護した。サンクチュアリでは子供が猫に親しんでもらうための活動も行い、多くの子供たちが参加した。町に残された猫に出会った時の接し方や餌のやり方なども教えた。 アルジャリールはシリアでは猫に対する印象が悪いと考えており実際に彼の活動は多くの批判も受けたが次第に周囲の反応は良くなっていった寄付をもとに子供のための遊園地の建設や誕生会なども可能になり子供が楽しめる環境を整えたサンクチュアリにも取材は訪れるようになった2016年の7月7日以降にアレッポは 包囲され、2016年10月3日に、最後通告が出され、携帯電話には、政権からのメッセージも届いた。それ以降は、爆撃が激しくなり、11月には、サンクチュアリも爆撃され、生き残った猫は30匹ほどになってしまった。アレッポは破壊された。アルジャリールは、大きなショックを受けたが、生き残った猫を集めて住まいを移動した。2016年12月に、 政府軍と反体制派の停戦合意がなされ、アレッポの住人はイドリブ県に移動できることになった。アルジャリールは猫と共に救急車で移動し、目的地に着いた後は負傷者の移送を行った。アルジャリールの友人たちはヨーロッパで暮らすことを勧めたが、彼はシリアで助けを求める、人々のために働くことを選んだ。NGO の協力で、 トルコに入国したアルジャリールは友人たちや家族と会い、三口ありの再会を計画する。イスタンブールで出会ったフィラースという猫と共にシリアに入国し、2017年にトルコ国境の近くにエルネストのパラダイスという施設を設立した。虎のような毛並みを下巻きしという猫がマーケティング担当となって SNS で活躍し、資金集めは順調に進んだ。 建設では、地元の人間を雇用し、子供のために、希望の遊園地と名付けた、遊園地を併設した。希望という名は、かつてサンクチュアリにいたホープという名犬に由来している。新しいサンクチュアリの土地には、シリア各地から避難してきた人々が多く、シリアに留まっていた獣医のユースフの協力も得た。このため猫以外の動物の手当も可能になり、約百匹の猫の他に、 犬、猿、ウサギハトガン、アヒル、馬なども保護した。子供に動物との接し方を教える活動も再開した。その後、政府軍がイドリブ県を攻撃したために、サンクチュアリは移動した。2020年3月5日のトルコとロシアの首脳会議によって停戦となったが、新型コロナウイルスの流行による物価の高騰や、線引きに、 急増した保護猫に対応している。ありがとうございます。